昼帯ライフ。今日のテーマは進化する日本茶。クッキーみたいですね。入れてシュワって溶けるのが、すごい。軽量不要タブレット型のお茶や、急須を持っていなくても大丈夫、気軽にお茶が楽しめるアイテムも。手軽で簡単、茶葉から入れた本格的なお茶で、あなたも一息つきませんか？はぁ、なんかお芝居が。ゆっくりおいしいお茶を飲むとやっぱり落ち着くな。皆さん、平安時代には飲まれていたという歴史あるお茶ですが、今なお進化を続けているんです。今日はそんな手軽に楽しく飲めるお茶を、はい、静岡出身の私高柳がお伝えしておきます。なるほど、はい、静岡なんだね。静岡出身です、はい。ということで、今海外で緑茶の人気が非常に高まっているんです、はい。輸出額見ていきましても、2012年に51億円だったものが10年経ちまして、去年ですね、2022年にはその4倍以上となるおよそ219億円となっています。すごいね。ということで世界で大ブームなんですよね。その背景にあるのが日本食ブームでヘルシー志向になっていることや、お菓子飲み物のフレーバーとして抹茶の認知が拡大していることが挙げられます。ただ一方で国内の消費量は減少傾向にあるんです。そんな中で緑茶市場に新しい風をということで、各社いろんな商品を出しています。映像でご覧ください。来月アサヒ飲料が発売するのが12年ぶりとなる緑茶の新ブランド、アサヒ爽。緑茶の鑑定で最高段位を持つ茶師の須田康之さんが全面監修。通常緑茶に使用する茶葉は発酵させませんが、摘み取り後に時間をかけてわずかに発酵させた微発酵茶葉を使用しています。あ、もう継いでる段階で香ってきますね。ちょっと華やかな香りがしてきます。ではいただきます。色が綺麗。あ、すっきりしてる。すごく飲みやすいです。飲んだ後にもさらにこう鼻からスーッと香りが抜けていきます。とても飲みやすいです。茶葉本来の香りを引き立たせ、すっきりとした味わいの新たな緑茶です。クッキーみたいですね。はい、入れてシュワーって溶ける。あ、すごい。続いてのお茶はタブレット茶、今日のゴヨティ。ゴヨティ。一粒3グラムと茶葉を計量する必要がなく、カップにお湯を注ぐだけで本格的なお茶が簡単に入れられます。美味しい。飲みやすい。大体250ミリから500ミリで一粒入れます、ね。で、見ていただくとだんだんこう、あ、すごい、茶葉がふやけてきて、見てても楽しみが。確かに確かに。あ、すごい。あ、香りが。すごい。いろいろ入ってたら楽しいですよね。確かにね。うん、いや、でも本当にお茶を入れるってめんどくさいイメージあったけど、うん、これだったら簡単で、はい、生きる。そうですよね。タブレットは全部で7種類、1週間毎日日替わりで楽しむことができます。皆さん7軒のお茶全部違う味で、こんなにたくさんのお茶があるんだよっていうことを知っていただきたいと、7軒のお茶屋さんにご協力いただきまして、この商品が完成いたしました。茶葉を提供する農家は、朝起きた時の気分で、今日は、ここのお茶にしようかな、でまた次の日も、またこのお茶にしようかなというような、こういう名前に、しました。私はね、この今日のご用ティーの、このマーク、ヤゴというんですけども、これはそれぞれ、私たち7軒のこのヤゴに込めた、歴史と思い、まだまだそうですね、お茶業界捨てたもんじゃないなって私は思っております。茶農家の思いをタブレットという新たな形にしたのが、静岡県富士市にあるお茶の製造機械を扱う会社です。機械、5年ぐらいの研究期間を設けさせていただいて、まあ、労力と時間と費用の方をかなり費やしています。添加物なしで茶葉をタブレット状にするのは簡単ではなかったといいます。
茶葉の加工は特別な技術のため、作業工程は企業秘密です。まあ、今後もね、こういった業界の中で新たな商品を開発はじめ、新しい商品を作り続けていることを心がけ、挑戦し続けるように頑張っていきたいと思います。ということで、新しい形のお茶が続々と出ているんですね。今回はこちらタブレット状のお茶、今日のご用ティーを実際にご用意しました。まずはこちらのスカーレットサマーをマリナさんに飲んでいただきます。綺麗な名前、はい、バラの花とかラベンダー、ジンジャーをブレンドしているので香りがありますね。ジンジャー、生姜、あ、でもすごいすっきりとしたいい香りが、ハーブティーみたいな感じの香りがします。あら、あ、美味しい。緑茶のすごい濃厚さもちゃんとあって、でもすごいなんかこうハーブのジンジャーとかのすっきりした感じがとても香るんですよ。すごい美味しいです。おすすめの食べ方としてマドレーヌと一緒に食べるというのも挙げられています。マドレーヌがいい、洋風な感じです ね、はい、ね、お茶をね、お茶タイム、お茶タイムいいな。ぜひ朝の時間にマドレーヌがあった。マドレーヌがありました。マドレーヌか、マドレーヌと緑茶、紅茶が合いそうですけどね。ねえねえ、あのね、うん、うん、これね、もうすごく美味しいです。あ、そう、あのね、ジンジャーの香り結構するんですけど、味がすごく美味しい。すごくしっかりしてる。いいね、これ飲んでみたい。続いては、ね、いいですね、はい、こちら星雲ですね。星雲、こちらも白く師匠にいただいてもらいます。いいですね。こちらは爽やかな渋みが後を引く銘茶となっています。水羊羹と一緒に召し上がってください。これ茶こしでこう こさなくて大丈夫かなと思ったけど、全然気にならないですね。粉っぽくない、全然粉っぽくない、普通のお茶、うん、美味しい。水羊羹と合うらしいです。水羊羹と、はい、まあ、お茶なら水羊羹はこれはすごく普通のことではあります。水羊羹合いそうですね。合いそう、うん、和ですね、うん、あ、これはいいですね。あ、でも香りが、でも本当タブレットでこれだったら絶対いいですよ、楽だし、楽屋なんかね、弟子や前座がね、お茶入れるんだけど何入ったか分からないじゃないですか。自分でこれやれば味しておいしいお茶。狙われてるんですか、師匠。いや、分かんない。危険だわそれは。じゃあね、自分で入れてと、はい、でもすごいですね、これだけだって7種類あるんでしょ。毎日日替わりで楽しむことができるという感じでしょう。さて、続いてはこちら、皆さんなんだか分かりますでしょうか。紙です。紙なんですが、これ実は紙でできた急須なんです。どのように使うのか、はい、映像でご覧ください。こういう形なんだ、もともと。 A4 サイズの紙の急須、折り目に沿って折り紙のように折っていきます。指定の箇所を固定し蓋をすれば完成。考えてんだな。で、どこに入れる？入れ方も簡単です。蓋を開け、茶葉を紙の急須に入れ、結構入れんだね。80度のお湯を内側まで注ぎ、蓋をしっかりとロックし60秒ほど待ちます。60秒、1分じゃん。紙の急須の上部を持ち、ゆっくりとカップに注ぎます。ほら、綺麗に出てきた。綺麗な紙製ですが、3回までなら繰り返しお茶を入れられるそうです。ということで、こちらが紙の急須になるんですが、なぜこちらを作ろうと思ったか、まずきっかけなんですが、まあ、急須を持っていない人が多いというところから、急須で入れたお茶の美味しさを知ってほしい、気軽に体験してほしいということで開発に至ったということです。こちら紙にもこだわりがありまして、牛乳パックと同じ素材のミルクカートン紙を使っています。さらにこちらパッケージに切手を貼る目印があるので、宛名やメッセージを書いてそのままこのようにポストに投函ができるんです。急須を持たない相手にも茶葉と一緒に送ることができるということで、制作者の思いが込められています。この担当者の方、お話を伺いました。急須で入れる本格的なお茶を、急須がない方にも場所を選ばず気軽に楽しんでいただきたいという思いで作ったということですね。吉野さん、お茶を送るってなんかね、我々の世代よくありがちですけど、そうね、急須がない方がいらっしゃるから、急須がない方がもういらっしゃるんですねということでしょうね、これ。うーん、まあ、確かにね、若い人の一人暮らしとかね、そういった方だと
食器限られてるかもしれないんで、これはいいかもしれないですね。いいかもしれないですね。紅茶の入れるもので日本茶入れたりしてる人も多いですもんね、はい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 、それより急須の方がいいのかな、うん、でも世界でこんだけブームになってるって4倍になってるわけじゃない、50億円が200億円超えてるわけだから、うん、すごい勢いなのかなと思いきや、日本ではこんな急須を持ってる人がいないってだんだん減ってってるんですね。不思議だね、はい、海外での市場は上がってるんですけど、まあ、でもペットボトルはないんですよ、はい、